読書する若い男のいる、室内洋行、あるいは洋行に舞う、小店を向けた若い女性のいる室内、ビルヘルム・ハンマースホイは、性は、ハメルショイ、ハマスホイとも表記される。作品としては、白、黒、灰色を基調とした、抑えた色調で、時間の止まったような、静寂な空気を感じさせる細密なタッチの室内画が、中心である。 室内風景画の多くには鑑賞者に背を向けた人物が描かれている。ハンマースホイは生前にはデンマークを代表する画家として特に国外で名声を得たがその死後は急速に忘れられていった。再評価が始まったのはようやく20世紀末になってからである。ハンマースホイは1864年コペンハーゲンの裕福な家庭に生まれる。1872年 8歳の時から個人レッスンでデッサンを学び始め、1879年からはコッペンハーゲンのデンマーク王立美術院で学ぶ。1885年、21歳の時、妹のアナを描いた若い女性の肖像、画家の妹アナハンマースホイを王立美術アカデミーの展覧会に出品するが、アカデミーの授与するノイハウスン賞に落選したことで、 当時の美術家の間に物議を醸し話題となる。若い女性の肖像は、黒と灰色を主張としたモノトーンに近い色彩、曖昧な空間表現、自由なタッチなどが、当時のアカデミーの趣味に合致しなかったものである。1888年には、コッペンハーゲンの司会で美術コレクターでもあったアルフレズ・ブラムスンが、初めてハンマースホイの作品を購入。以後、 ブラムスンはハンマースホイのコレクター、講演者として、生涯にわたり、画家を支援した。ブラムスンは、画家の生前に、いくつかの展覧会を組織し、画家の没後には、作品目録の作成や、電気執筆を行っている。1891年にはアカデミーで知り合った画家、ピーダイルステズの妹のイーダと結婚。彼女の姿は、ハンマースホイの多くの室内画に登場する。 ハンマースホイは、イーガと共に1898年から1909年まで、コッペンハーゲン、ストランゲーゼ30番地のアパートで暮らし、その室内風景を多く描いた。この30番地のアパートは所有者が変更したため1909年に引き払い、1913年には、筋じ向かいのストランゲーゼ25番地に移っている。1908年に、 デンマーク王立美術院の総会会員に就任し、1910年には同票議員になる。1911年、ローマで開かれた国際美術展で第一等を獲得。1910年代に入って、ヨーロッパ各国で個展が開かれるようになり、評価が進んだ。1916年に、コッペンハーゲンで陰頭眼で死去。晩年のハンマースホイは病弱で、 1914年に母を亡くしたショックもあり、この頃の作品には未完成のまま筆を置いたものが多い。死の前年の1915年には遺作となった室内ストランゲーゼ25番地という一枚の絵を制作したのみであった。ハンマースホイの絵画の大部分は室内風景画である。中でも、 1898年から1909年まで暮らしたコペンハーゲン、ストランゲゼ30番地のアパートの室内を描いたものが多い。このアパートで制作された室内画には同じ部屋が繰り返し描かれ、アパートのどの部屋のどの位置から描かれたかが正確に特定できる。また、同じピアノ、テーブル、椅子、磁気性のパンチボール、金属製のストーブなどが、 多くの絵に繰り返し登場する。室内の様子には生活感や物語を伺わせるものがほとんどない。室内に描かれる人物は一人か二人で、後ろ向きであることが多く、正面向きに描かれたとしても顔のタッチがほとんど、ぼかされるか、影に入っている上、人物は鑑賞者と視線を合わせない。さらには、人物のいない無人の室内を描いた作品も少なくない。このように、 ハンマースホイの絵はタイトル以外解釈の手がかりをほとんど排除している。同じ室内を繰り返し描く点などフェルメールのオランダ絵画の影響が指摘されるが白と黒を基調としたモノトーンに近い色使いと性質な画面はハンマースホイ独自のものである。室内画のほか肖像画、風景画なども制作している。 肖像画のモデルは家族と親しい友人に限られ人物は鑑賞者と視線を合わせないように描かれることが多い複数の人物を描いた集団肖像画においてもその点は同様で画家の弟や友人らを描いた5人の肖像では描かれた5人の人物は互いに視線を交わすことなく自らの内面と向き合っているように見える宮殿などの建物や都市近郊の風景を題材に 下、風景画も制作しているが、ハンマースホイの描く風景には、人物がほとんど登場しない。こうした静寂、赤涼感は、ジャンルや制作時期を問わず、ハンマースホイの作品全般に通じる特色である。ありがとうございます。